かく嬉しいです。ベリーベリーハッピー。スタートを失敗してしまって、ちょっとポジションを下げてしまったんですが、レース1はそこでずっと後ろにいっぱなしだったので、今回は積極的にトップで走るようなことを考えて、まあ、積極的にこう先頭で走ることを考えて走ってました。で、まあ、レース展開的には、ずっとってわけではないですけど、トップにいる周回が多かったので、まあ、それが勝因だと思います。